私の方からそう多く申し上げることもないと思いますけれども、30日まで14日間会期を延長し、まあ、予定通りというかこの3連休が終わると26、27衆議院、28、29参議院、2日ずつ予算委員会、まあ、この問題は私自身が閉会中であっても衆議院2日、参議院2日で予算委員会やりましょうと、こういう、まあ、こういう提案を11日の NHK の日曜討論で提案をした、まあ、そのことも含めて、そのような方向で、国会が動くようになったと、まあ、よかったなとこう思っています。まあ、活発な議論をいただいて、野田政権の第3次補正に向けての実りある議論をしていただければありがたいと思っています。私の方からは以上です。